はい、どうも皆さんこんにちは。本日は、潰れたパチンコ店の現地調査やっていきたいと思います。ですね、本日来ているところは北海道空知郡の、中富良野町っていうところなんですけども、そちらで結構前にね閉店したパチンコ店なんですが、建物がね現状そのまま残っているっていう感じなんですけど、株式会社 KI という会社が運営していたビッグマックス富良野店というパチンコ店です。周りはもう畑しかない感じの、郊外型のパチンコ店なんですけども、ちょうどね中富良野の、市街地の外れにあるっていう感じですね。でこっから富良野市も割と近くて、富良野市まで車で10分ぐらいで行ける場所かなっていう感じですね。閉店した時期が2008年とかなんで、もう12年ぐらい経ってるんですけども、多分これね過去にいたずらかなんかされたのかわかんないんですが、入り口とかの封鎖室とかのガラスの部分は全てベニヤが貼られていて、まあ、中にはねこう一切入れないような感じになってますね。パチンコとスロット合わせて416台設置されていたみたいですね。でここね営業期間が約7年ほどだと思うんですよね。開店したのが2001年で閉店したのが2008年なんで、まあ決して長い期間営業してたっていう感じではないですよね。で建物も2001年なんで今で19年目って感じなんですけども、閉店した後ずっと使ってないんで、多分ねこうパッと見た感じは全然まだ使えるかなっていう感じに見えるんですけども、多分ある程度傷んでるところとかあると思うんですよね。ビッグマックスって一時北海道内に9店舗ほどチェーン店構えてて、で現在もね全国的に見るとまだ30店舗ほどチェーン店があるんですよね。本拠地はね多分中部地方の岐阜県とかそのあたりだと思うんですけども、北海道にあった9店舗はいずれも全て今閉店して、今はねもう北海道から完全に撤退してしまってるっていう感じですね。確か札幌市内にも5、6店舗ほどあったと思うんですよね。西野とか、あとハッサム、それと厚別と、あと川添かな、したあと札幌市の東区の中央区寄りの東区の北八条通りのところにビッグマックス確かあったはずなんですよね。でいずれの店舗もね集客的にはそこまで入ってなかったイメージがあって、あんまりいい印象がないというか、そういう感じのお店でしたよね。で私はここの富良野店は実際営業してる期間は来たことないんですけども、多分この店舗の作りとか過去に札幌にあったマックスになんとなく似てるなっていう雰囲気はあるんですけど、多分営業期間が6、7年だったっていうことは、やっぱり集客、まあ稼働状況に苦戦して、まあ閉店したのかなっていうのはあると思うんですよね。あとまあ場所がちょっと問題があるのかなっていう感じするんですけどね。まあ建物のこういう設備、まあこれ多分駐車場の管理してる人がいた小屋みたいなところだと思うんですけども、こういった部分もねそのまま残されているって感じですね。まあさすがに駐車場はね結構ね傷んでるところがあって、アスファルトが結構こう凹凸しててデコボコしてる感じなんですけども、まあ建物自体はまあ色褪せはしてるんですけども、まあ直せばまだ使えそうな感じだと思うんですけどね。まあ、現在ね中富良野町にはパチンコ店は一軒もないんですけども、隣の富良野市に行けば今 2,3 店舗ぐらいのパチンコ店がね、まあ、営業してるっていう感じなんで、まあ、車で10分か15分ぐらい走ればこの近くには一応パチンコ店はあるっていう感じですね。昔札幌の西区の西野にマックスがあったんですけども、そこがねグランドオープンした時にグランドオープン日に打ちに行ったっていうのを覚えてますね。ちょうど当時パチンコの海物語の 3R っていう機械があって、それをまあスロットしたかったんだけど、確かスロットが取れなくて、その時は海物語 3R を打って、まあ
グランドオープンだったんでね、ある程度は出たんですけども、最初のうちは良かったんですけど、確かね、西野のマックスも営業期間が結構短かったと思うんですよね。まあそんな感じの思い出がね、あのマックスにはあるかなっていう程度で、まああとはあんまりなんか出てないなっていうイメージがあったっていう感じですね。余談ですけどね、あの北海道のねパチンコ店も今あの緊急事態宣言出てて、結構ねあの休業してる店舗っていうか、そういうのがちらほら出始めてるっていう感じなんですけどね。大体大手のチェーン店はね、軒並み今あの休業してるかなっていう感じで、あの小さな中小企業のパチンコ店だけやってるかなっていう感じですよね。まあ全国的に見ても多分同じだと思うんですけども、まあこんなことはね今までないんで、多分この自粛明けっていうんですかね、その後にこうバタバタとこう閉店していく多分お店とかが、出てくるんじゃないかなっていう気はしますね。して今日は4月の今下旬なんですけども、まあ季節外れの雪というか、雪が今こうちらほらとちらついてるっていう感じの天候で、ちょっとねあの動画撮影してて風の音がね多少うるさいと思うんですけども、そのあたりはご了承ください。このような感じで周りはね、ほんとあたり一面畑っていう感じなんですけども、本当に畑の真ん中にポツンとパチンコ店があったっていう感じですね。よくあの郊外とかのダイナムさんとかこういう感じのところに出店しますよね。まあそういうね、あのところに出店すると建設費用がねこう安く抑えられるっていう部分が多分あると思うんですよね。土地代というか、まあ家賃が安いとか、多分そういう理由でこういったところに出店するのが一時流行ったと思うんですけども、いかんせんやっぱりこの付近のこの人口密度を考えると、なかなかねやっぱり集客に結びつくのかって言ったら、そこはちょっと難しいところだと思うんですけどね。まあパチンコ店とかね、一応出店する前はちゃんと市場調査とかね、リサーチはきっちりするはずなんで、まあ集客は見込んでたと思うんですけどね。まあビッグマックスといえばね、あの CM がよく昔テレビで流れていて、あの毎月22日の日はスーパーマックスデーみたいな感じのコマーシャルっていうか CM がよく深夜にこう流れていたっていうのを覚えてますね。まあ印象に残ってるとしたら、まあさっき言った西野のマックスのグランドオープンの日に行ったのと、あとはこの22日のスーパーマックスデーぐらいですかね。あとは気づいたらいつの間にか北海道からなくなってたっていう感じなんで、いつの間にか消えてしまったチェーン店っていう感じですかね。はい、本日はそんな感じで、潰れたパチンコ店の現地調査として、北海道空知郡中富良野町にあった潰れたパチンコ店ビッグマックス中富良野店の跡地よりの現地調査の動画でした。この動画が面白いと思いましたら、高評価、グッドボタン、またはチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。それとツイッターのアカウントの方のフォローもぜひよろしくお願いいたします。本日も最後まで動画の方をご視聴いただきましてありがとうございます。また次回の動画もよろしくお願いします。それでは本日はこの辺で終わります。さようなら。